オランダ王国キュラソー地図キュラソーは、オランダ王国の構成国。ベネズエラの北約60キロメートルのカリブ海に位置する島であり、面積は444平方キロメートル。人口14万2180人で、首都はウィレムスタット。キュラソーという地名の由来については、先住民たちが自分たちを指す言葉であったという説がある。 初期のスペイン語文献が先住民をインディオス・キューラサウスと記していることは、この説を支持するものとなっている。1525年以後、スペインの地図ではこの島がキューリーソトやキューレイザーとキューレイザーあるいはキューラクトといった名称で記載される。1562年にヒエロニムスコックがアントウェルペンで発行した地図にはカラカオとある。17世紀までに、 ほとんどの地図にはキューラサウ、またはカラスオとして載せられるようになる。文書では確認できないが、長く言い伝えられてきた語源説として以下のようなものがある。16世紀から17世紀にかけて、ヨーロッパ人の航海者たちは、ビタミン C の欠乏から解決病になることが多かった。彼らがこの島に上陸すると病気が治癒するものがあった。ため、治癒の島という意味で、 ポルトガル人は、リア・ダ・キュー・ラサウ、スペイン人は、イスラ・デ・ラ・クロス・ヨーンと呼んだという。別の説明によれば、この島が貿易の中心であったことから、心臓や、中心を意味するポルトガル語コラソンに由来する名で、呼ばれたという。1499年、スペイン人、アロンソ・デ・オヘイダとイタリア人、アメリゴ・ベスプッチによって発見された。 もともと先住民のアラワク所属のカケティオス族が住んでいたが、1527年に、スペイン人によりイスパニョーラ島へ、労働奴隷として連れて行かれた結果、ほぼ絶滅してしまった。1634年、オランダが艦隊をキュラソー島に派遣させ、1635年、港入り口を敵船から守るためフォートアムステルダムという砦を建設した。キュラソー島にいた、 スペイン人は抵抗したものの、島から静かに出ていった。そして1642年、オランダ西インド会社により、プンタ港を建設し始めた。また、黒人奴隷などを導入し、トウモロコシや落花生のプランテーション農業や塩の生産などで栄えるようになった。1642年に、ピーター・ストイフェソンと最後のオランダ統治の知事となるが、キュラソー島を管理する。 1651年、12人のユダヤ人が島に住み、1732年に西半球で最も古いシナゴグを建てた。また、キュラソー島は貿易などで戦略上重要な場所だったため、フランスやイギリスなどに襲われたりもしたが、オランダは守り、1815年、パリ条約により、再びオランダ西インド会社の管理下に戻った。1854年、 奴隷制は廃止された。しかしそれにより、キュラソー島の経済は、崩壊的打撃を受けた。1915年、ベネズエラで油田が発見されると、ロイヤルダッチシェル社が、キュラソー島に、ベネズエラ産の原油を扱う、石油生成所を建設。1920年には、ベネズエラの沖合でも油田が発見された。1954年、キュラソー島は、 オランダ領アンティルに組み込まれ、オランダ領アンティルの行政上の中心地となった。1970年代のオイルショックは、キュラソー島の石油生成所に大きな打撃を与えた。さらに、追い打ちをかけるように、1985年、ロイヤルダッチシェルがキュラソー島の製油所を閉鎖した。2010年10月10日、オランダ領アンティルは解体され、 キュラソーは単独のオランダ王国構成国となった。面積444平方キロメートル、ベネズエラの北の沖合60キロメートルに位置する。アルバ島とボネール島と共に ABC 諸島とも呼ばれている。地形は起伏に富んでおり、島の北側には最高地点、クリストフィールバーグ3があり、サボテンの乱立する周囲一帯は国立公園に指定されている。 一年中、貿易風が吹いており、最高気温は摂氏30度前後、最低気温は摂氏25度前後である。1から9月が寒気で、月間降水量は50ミリメートル以下、10から12月が雨季で同じく80から100ミリメートルで、ある。ウィレムスタットコーラム酒をベースに、キュラソウ産オレンジの火皮を用いたリキュールである、キュラソウ酒の産地として有名。ウィレムスタットは、 自由港として国際貿易中継地である。観光にも力を入れている。失業率は13%である。タックスヘイブンとして知られるが、マネーロンダリングやテロ支援への対策を行っている。売春が認可されている。2019年11月1日、キュラソーはオランダ領の関税領域として世界貿易機関への加入を申請し、2020年3月3日の 世界貿易機関一般理事会は、キュラソーの加入産業部会の設置を決定した。アフリカ系谷人とオランダ系白人をはじめとして、様々な民族で構成される。宗教はカトリックとプロテスタントが中心。公用語はオランダ語だが、島民は混成語のパピアメント語を幅広く話す。スペイン語や英語も話す。 ウィレムスタット首都のウィレムスタットの街並みはユネスコの世界遺産に登録されている。野球が盛んで第3回 WBC ではオランダ代表として準決勝まで勝ち進んだ。第4回 WBC も同様に2大会連続で準決勝まで勝ち進んだ。第二次世界大戦前、ナチスドイツに迫害されたユダヤ人たちが出国するために用いられたのが オランダ亡命政府の非常勤領事案ズバルテンリクによって発行されたキュラソー島へのビザであった。当時のオランダはユダヤ人への偏見が比較的少なかったため他の欧米諸国が発行していなかったユダヤ人向けビザを発行していた。実際にはキュラソー入島ビザは名目上の行き先であり途中経由地であるアメリカや上海で旅行を終了する。 ユダヤ人が多数であったのであるが、それを承知の上で、当時のリトアニア、ザイカウナス日本国領事、杉原千根は、日本国通貨ビザを発行した。結果、ユダヤ人難民の数千人の命を救うことになる。この逃亡のためのビザは、キュラソービザと呼ばれる。いずれの選手も MLB 経験あり。ありがとうございます。